はい神奈川県人権啓発センターです今日は座間不動尊っていうところからえ啓発動画をお届けするんですけども今回のテーマはですねこの橋本徹さんがねアメバ TV に出た時の記事ですね「売国奴って猛反発を食らうは戸籍制度は廃止を橋本氏、えー」橋本さんのね主張を、えー、端的に言いますと えー、戸籍っていうのがその差別の根源だと、えー、先祖をねたどっていって暗い歴史が暴かれてしまうとでなんで出生地なんかが必要なんだ出生地が戸籍に書かれていることは差別の現状だっていうことなんですねで出生地っていうのをね普段の生活は必要ないだろうとせいぜい都道府県までだろうと番地まで書くことはないだろうっていう話なんですねで戸籍制度があるから夫婦別姓を実現できないと。 この話をすると戸籍をなくせというのかとか、売国不動とかって猛反発を食らうと。で、そんなこと言ってくるやつは、勉強は足りないって言ってるんだけども、まあ、はっきり言います、橋本徹さんの方が勉強は足りないし、まあ、足りないとかそういう事元じゃなくて、も頭おかしいんですよ、なんか、橋本徹さん。もうこの辺まで来ると、ちょっとね、あのー病、病気じゃねえかっていうぐらいの発揮士ってね。というのも、橋本徹さんが前からツイッターでね、散々言ってたことがある。えー その本籍地が古籍に書いてあるからブラック出身っていうものが、えー、分かるんだとで出生地なんか必要ないじゃないかっていうふうに言ってるんですけどもまあそれが完全に間違いだって。 っていううここととははののチャンネルをご覧の方わかると思うんですよ僕、実際、本籍地を部落に移してやりましたよね。で、部落出身に誰でもなれるってことを証明したじゃないですか、伊勢原の上春谷に本籍地を移して、実際、本籍地なんてあんなもん、何の意味もないっていことを証明したでしょ。で、もう一つ、出生地なんですけども、これ、ご自分で戸籍謄本取ってみればわかると思うんですけども、出生地って、今の戸籍は市区町村までしか書かれないです。 なおかつ出生地っていうのは文字通り生まれた場所なんです。だから生まれた場所なんだから大抵の人は病院の住所です。例えば私はあの座間市に住んでるんですよね。あの、ま、山都市の方にいい病院があるんで、そっちの方で生まれたら例えば戸籍には出生地大和市って書かれるんですよ。だから、ただそれ社会的な意味での出身地と違いますよね。重要なのは戸籍には、 まず本籍地っていうのは何の意味もないそして出出地地っていいうのは出身地じゃないんですよそしてね橋本徹さんおかしいのはまあ僕はね散々本籍地なんて意味ないよっていうのを僕も Twitter でバンバン言ったんです橋本徹さんにそしたらだんだん言うことが変わっていっていやー 本籍地っていうのは意味がないけども、まあ、辿っていけば、先祖の方まで辿っていけば、だいたいそれが、あの、ルーツじゃないかみたいな、そういう話になるんですけども、それもすんごいバカな話で、まず、辿るのが、まずね、全員が辿れるわけじゃないです。昔はね、その戸籍っていうのは、まあ、どれだけ保存,保存期間短かったんで、えー、例えば転籍して、元の戸籍が空になっちゃうと、その戸籍が廃棄されたりしてたんですよ。ちょっと前まではね。そうするともう完全に、 たどれ,、まあ、れるにしても結構面倒くさいんですよ先祖の戸籍どんどんたどっていくっていうのはその転籍を繰り返してるような人とかはね。であとそのたどれるっていうんであれば実は出身地っていうのは戸籍じゃなくて住民票の方に書いてあるということなんです。えー、住民票には生年月日と、えー、住民になった日が書いてあるんですねその住民票をね。 その何回も移転してる人でもどん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 まあ役所をたどっていくと一番最初の住民票にまあたどり着けるんですけどもその場合じゃあ一番最初の住民票だって分かるのはその住民登録した人誕生日が一致してる場合ですねそういう場合っていうのはもうそれが最初の住民登録地で最初の住民票だっていうことになるんですけどもその住民票に書かれた住所っていうのがもう9割以上の人の 社会的なな意味での出身地とということになります、まあ、例外があるとすれば例えばその両親が出稼ぎに行ってて、まあ、1年とかまあ何ヶ月ぐらいで出稼ぎに行ってて出稼ぎ先で住民登録したとかそういう場合は社会的な出身地と一致する。 かかどうかっていうとい微妙なところになるんですけどもほとんどの人は最初の住民登録地が出身地ということになりますだから出身地というのは戸籍じゃなくて住民票の方に書かれてるんですだから橋本さんの言ってることは完全に間違いですじゃあこういうのはねうんまあもう役所なんかで住民関係の部署に勤めた人だったら知ってるし、まあ、公務員だったら知ってると思うんですよだけど やっぱそこでドアとか部落っていうとねまあ何度も言ってるけど役人っていうのはもう脳みそがマいにするんですよドアだの部落だのって言ったら<ー>で、まあ、橋本さんっていうのは凡庸な人なんですよで橋本さんは部落出,出身って言われてるけどもその出身地という。 ででは部落出身じゃないですからねあの人東京都の幡ヶ谷出身ですから、うん、それがなぜかブラク出身ということがねなんか定着してしまったんですけどもで橋本さんって一応弁護士なんだけども、うん、どっちかとと民事の方の専門なんで行政法とかそっちの方がは詳しくないんですよだからその政治とか行政の仕組みに関してはすごく凡庸な人であの人は別にそのエキスパートっていうわけではないんですよこのどう ブラックとか,とかまあそういうことに限らないんですけどもやっぱり自分がね昔から信じていることあるいはまあ常識として世の中に通用していることそれをもう真正面から否定されるともう完全に思考停止してね時には発狂してしまう人っていますよね、うん、まあ何か例えるものがあるとすればさあの,あのミキプルーンってあるでしょあのプルーンに鉄分が多いっていうふうに、ね、思ってるミキプルーン信者にねあの 栄養成分表を見せてやってねいやプルーンって実は鉄分大してないんだよって言ったらまあ発狂するみたいな話でねまあ発狂みんなが発狂するわけじゃないですよね。まあそのぐらいなんか信じているものっていうことを否定されると思考停止に陥る人っていうのはいるしで同話とかね部落の問題だともう完全に間違った事実を前提にもういろんな制度とか組み立てられて たりしてるんで、それをひっくり返すようなことをするともうどうにもできなくなって、まあ特に役人の皆さんも発狂してしまうんですよ。もう本当発狂です。発狂。まあ結局、まあ、橋本さんもそういうことなのかなと思うんですね。で、このここから先はね、どっちかと,いうと、ま、間違ってるかどうかっていうのも、私の意見として申し上げたいところなんですけども、で、橋本徹さんの主張は。 まあ出生地なんていらないからそういうものをなくせと、で戸籍もなくせと、まあ、勉強不足だっていう人はね、なんでん勉強不足,不足だって橋本さんが言ってるかっていうと、いや、血統主義だ、日本は血統主義ね、出生地なんてどうでもいいということを知らないのかみたいな話なんだけど、僕はそもそもね、血統主義っていうのは間違ってると思ってるんですよ。そのどうあるべきかっていうことでね本、えー、本来日本ってね。 出生地主義だったと思いますその江戸時代とかその大昔に遡ると、えー、例えばね、あのー、安家とか三浦按針とか、まあ、西洋からね西洋とかまあアフリカなんか来た人が日本で活躍してたりするんですよね。でそういう人がじゃあ日本で子供が生まれたっていう場合にその子供ってじゃあ何人ですかっていう話になるとそれはもう日本人だっていう認識だったと思うんですよね。 その親がじゃあねイギリス人だから子供がイギリス人みたいな考え方は日本にはなかったと思うんですだから本来、えー、国籍っていうのは承知主義っていううのが自然だと思うんですそれを、えー、明治時代になってね今の国籍制度ができた時に、えー、ヨーロッパの血統主義を、まあ、あまり深く考えずに日本に導入しちゃったんで,すでしょうねそこで血統主義っていう考え方は生まれたわけで。 まあ僕はそういう経緯とかをなしにしても、やっぱり国籍っていうのは、出生地主義っていうのが合理的だと思うし、あと、まあ、橋本さんなんかがね、その差別云々って言うんであれば、僕は、ブラック探訪動画でどんどん明らかにしてるんですけども、ブラック差別っていうのはやっぱ血統による差別なんですよね、本来。 だから差別をなくそうっていうんであれば、僕、決闘主義っていうもの自体をなくすべきだと思うんですね。出生地主義にするべきだと。だから、そうすると、まあ、むしろ、戸籍に記載される出生地っていうのが重,重要になるわけですよ。うん。だからそういう意味で僕は橋本徹さんとは正反対の考え方を持ってるし、えー、橋本徹さんがその、うん、出生地の記載をなくしてね、決闘主義を徹底すれば、 差別がなくなるなくるるんてて考えは完全に間違ってると思います今の血統主義っていうものを完全にね、えー、制度を作り変えないと例えば在日コリアの問題がそうじゃないです日本で生まれてね日本語しか喋れなくてでそういう人はいつまでもねなんか外国籍を持ってるっていうのはやっぱ自然な状態じゃないと思うんですよ。だから まあ在日コリアの人なんか、まあ、合法的に、ね、日本に住んでる人はもう出張地が日本だったら、えー、自動的に日本国籍っていう仕組みにした方が自然だし、まあ、将来、ねえー、問題が起こらないんじゃないかと僕は思うわけです。ということで、まあ、今日は橋本徹さん、ちょっと頭おかしいっていうか病気なんじゃねえのって、まあ、そういうお話でしたでは皆さんどううもありがとうございました。